ありがとね。ありがとう。見えてる、なんか霧の向こう側に。今日のアカペラコーナー、熊本アカペラコーナーやっていこうと思います。よろしくお願いします。ねえ、あのみんなのね整理番号をね、あの私が思いついた番号を言わせてもらってるので、じゃあ言いますね。B のね3番。マブラブ、ありがとうございます。マブラブだ。待っててね。マブラブってね、もうあの本当にね、ランブリングハーツのレコーディングをね知って、割とすぐにマブラブのレコーディングもしたりとかしてたんですけど、当時ねバイトがね終わったら現場に入ったりしてねやってたんですけれども、当時はね、あの時何のバイトしてたかな、あ、シュークリーム屋さんでねやってました。クレームパフっていう名前のちょっと面白くない、クレームパフって名前のあのシュークリーム屋さんが駅の構内にあったんですね。でそこでバイトをしていましたね。はい、じゃあ行きますね。心が揺れ動くたび、街も人も言葉も違う色になる。会えないだけで切ない、迷いの時の中でいつも呼んでいた。気づいてる夜の涙、ため息と孤独ね連れ出してすぐに、あなたの瞳が映し出す未来、二人の出会いに意味があるのなら、今同じ夢を見つめたいの、鍵をあげる心の扉開けて。ありがとうございます。って感じでやってますので、もうお一人行かせていただきますね。じゃあね、A のね10番、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。君のそのね最後の絵本のところを思い出しながら歌わせていただきたいと思いますね。君が望む永遠、歌わせていただきます。ずっと怖かった、確かめ合うこと、顔色ばかり気にしてうつむく、ずっと怯えてた心を閉ざして、悲しく深い傷跡を謎をた、季節は流れ、心は溶けて、あの日の痛みを受け入れ、知った時から温かい気持ちが
芽生え始めた。この悲しみはいつかきっと優しさになる。ありがとうございます。